5月27日午後4時。これが未来のビジョン。私ロボットに乗って。うん。よかった。無事みたいだね。クラベ君。藤坂さん。君が言った通りになった。怪獣だらけになったでしょ。やっぱり怪獣は映画で見る方がいいよ。まだ次が来そうだ。疲弊を起こせる。やってみる。そうだな。でもなんだかあちこち壊れてるみたい。第二世代のその騎兵は重量が2200トンもある、うん、重すぎて倒れたら自重でフレームが歪むんだ。いかついロボなのにこけたらダメなの。気を抜くな。あなたの兵の群れが接近している。今やっと分かった。これ古坂さんとぶつかった子か。へえ。ダイモス。え、ダイモス映画のあれじゃん。怪獣は最深部にある中枢を狙っている。映画のために中枢につながる各ターミナルを攻撃してくる。ふむ。中枢がやられたらこの街は消滅する。だがこちらは少数だ。はいはい。守ってばかりではいずれ突破される。そこでターミナルの自己防衛機能を起動させる。ん？それでこのエリアは完全に防御され、 D も手を出せなくなる。自己防御。先生が言ってた。いいですね。それ大丈夫なんですか？時間稼ぎに使うだけだ。どうすれば起動できるの？近い方でいい。 D の侵入ポイントまで移動してくれ。オッケー。侵入？怪獣の目指してる地点のこと？そう。そしてその下がターミナルだ。とにかくあそこに向かえってことだよね。侵入ポイントであるターミナルまで移動してください。まあ、そのくらいならまあ近いしな。機変を選択せ。メニューから移動。オッケー。じゃ、まず、冬坂ちゃんでしょう。近いし。移動を選択して、結構先まで行けるんだけど、ガンガン。じゃ、ここまで行こうか。移動します。はい。入ったよ。そこで、騎兵から地下300メートルのターミナルに信号を送る。うん、君たちのアクセス ID なら、どれでも起動できるだろう。これで、もう大丈夫。怪獣は来なくなる。いや、それは違うでしょ。まだだよ。うん、自己防衛システム。イージスの起動には時間がかかる。それまで D を可能な限りターミナルに近づけるの。やってみます。 OK、まあ、とにかく撃退しろってことだよね。うん。イージスの起動までターミナルを守り抜けと。ようやユニットの切り替え。はいはいはい。だったらまあ使い慣れてる冬坂さんでいこうかな。アクション届くかな。多方ロケット弾いいよね。ここでいいよね。オッケー。ここも練習のパターンにあったかな。オッケー。で次はこの子使ってロケット砲。上でしょう。ここやろ。問題なし。であと1体になって、さて近づいてきてるね。アクションロケットカン、キャノンで結構近くまで。これは仲間は巻き込まないんだね。オッケー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 。行こう。で多分終わる。一人終わる。アクション。ヘビーナックルしたい。ヘビーナックルぶっ飛ばした。よし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 。完全攻略。イージスの軌道を確認。これでこのエリアは守られた。楽勝よ。二人とも騎兵はまだ動くか。はい。まだ大丈夫です。戦いますよ。誰だ、戦っているのか。お前こそ誰だよ。騎兵に乗っているようだな。君こそ誰だ。しかもそれは12番機沖野の搭乗機だ。奪い取ったのは大きいのかな。これは俺の騎兵だ。ん？飯山隆俊。そうか、あの時沖野君といた彼だ。人類を守りに来たんだ。こっちは俺に任せておけ。通信が切れた。彼の騎兵位置は把握したが、そこからだと離れてるな。一人じゃ大丈夫なわけないですよね。いやでも信じろって言われたら置いとくしかないやろ。隣の区域に移動しろ。待って、隣ってどっちなの？
わかるそれ。こっちだ。僕についてきて。ありがてえ。ちょ、一緒行くわ。助かったね。ビークトリー。とにかくこれは未来の話だよね。で、今あの学校編が過去の話だよね。出た！はぁはぁはぁ。こうやっていろんな人がプレイできるようになっていくんだ。じゃあ今回は、比嘉山くんの過去から行こうか。おうす。今日も行かせていただきますぜ。比嘉山隆俊。かっこいい。こういう男好き。筋肉隆骨。常坂神社。1944年。あら、冬坂さん？じゃない。でも騒ぎ始めたようだ。誰だ？急いでここを離れねば。うん。おや、転移装置のアクセスキーを変えたな。こいつ悪いやつか？ひりこさん。いや、違う、こいつは。いたのか、ひじやまくん。だよね、ひじやまくん。これは何かの誤解です。ん？あなたがスパイダーだって。同時博士ならそう言うだろうな。僕は何を信じればいいの？何もわからない状態で。まあ、とりあえず話を聞いていかんことにわからんし、聞いていこうか。なぜ逃げたのです？そうよ。秘密を盗んだ嫌疑で。うんうん。憲兵があなたを探してる。はいはいはい。博士の娘がスパイ行為などするはずがない。何その思い込み。娘じゃないんだ。本物の同時キリコは東京にいる。クソ悪いやつじゃん。スパイ呼ばわりは親愛。待てよ。騎兵の機密なんか盗む必要がない。うん。騎兵を作ったのは僕なんだから。へえ。君が作ってるんだ。突拍子もない話だ。あなたが作った？ああそうだ。あれをエディタで起こして自動工場に発注したのは僕だ。うん。あなたはきっと気が動転してるんだ。やっぱ恋愛やったんやろね。好きやったんやろね。頭に埋め込んだ。は？麻酔が効いていたし覚えてないから。え？好きになるように改造されたの？東京へ来るのは博士の使いだとおっしゃっていた。理由がなければ怪しまれるじゃないか。うん。え、怖っ。ちょっとついていけない。どういうこと？どうしたと言うんです、うん、あなたに何があったんだ？実に君らしい反応だ、うん、本物がここにいないならあなたは誰だというのか。説明したって信じやしない。いや、信じるしかなさそう。君の僕に対する感、本物かどうかが重要なのか。うわぁ、怖ぁ。それは埋め込まれとるやんけ。同時博士は本土決戦の騎兵計画を担う人物、うん、その博士と共に来たのが娘のキリコさんだ、うん、本物ではないなんて。この人のこと好きだったんやろね。君は愚直だが、うん、見どころはある男。嬉しい、その評価。一体名残惜しいってことさ。じゃあ一緒にいようよ。ちょうどキーの解析が終わった。うん、光の中に行ったらここでお別れだ。一緒に行けるんじゃないの？キリコさん。そんなバカな。一人で何しろっていうのを調べる。あの一瞬で、うん、神社裏の参道を逃げるのは無理だ。違う、そんなレベルじゃなくない？もう転移してるって。ここら辺いないって絶対。なんここ調べるの。誰かやってくるぞ。うん。あいつは交渉に忍び込んだ。え？素性の怪しいやつだ。じゃあ僕も隠れてさ、話聞こうよ。彼女の仲間だとすれば、ああ。行き先を知ってるかもしれん。確かに。木陰に身を隠して様子を見よう。それでいいのよ。ここかな？すっ。さて誰が来るかな？これはあれじゃない？時坂神社。いや違う。え、芝くんじゃない？沖野の転移履歴が。転移だよね。今すぐ追えば捕まえられるか。うん、敵なんだじゃん。セクター4、1984年。時代を行ったり来たりしてるんだこいつら。失礼。観念しろ。逃げられんぞ。怪しい男。同時キリコを知っているか。ああ、やはり。なんか動揺してないね全然。キリコなんてなじゃない。うん。それは本当なのか。彼女も。そんなことを言っていた。彼女か。うまく化けたよな。男か。あの人のつかさ。沖野つかさ。女装した男だよ。出まかせは。初恋がそれとか辛すぎるやろ。彼女。
お前、かわいそうだよ。肘山くん。逃げられると思うなよ。スパイはどっちかっていうとさっきの子やん。何をしていた。言ったところでお前は笑うだけだ。正直に話さないと痛い目を見るぞ。ここから別の時代へ行くんだ。貴様、頭がおかしいのか。肘山くん、まあ本当に愚直な男やね。まず沖の司じゃない、考えるのは。とても信じられん。僕の好きな子が女の子ではない。本当の名前は沖の司。そういう性癖に目覚めるかもしれんな。別の時代、もっとまともな言い逃れをしろ。お前の言う当時、キリコはここで転移して未来へ逃げたんだよ。ごまかされんぞ。もう邪魔するな、俺は奴を追う。ほう、居場所は知っているんだな。どこだ、案内しろ。巻き込まれるぞ、下がれ、転移する。時間旅行か、できるもんならやってみろ。どうなっても文句を言うなよ。こういう流れであそこの学校前、門の前に現れたんじゃないの。過去に戻っていくと、とてヤンキー昔懐かしい。ビビっちまったんですよ。そうっすよね、わじめさん、やっちゃってくださいよ。これは誰だ、肘山っぽいけど。なんだ、こいつ肘山じゃないの。ストーリーの最初にいたよね。焼きそばパンのこと考える。焼きそばパンってなんかあんまりね、あれさ、炭水化物に炭水化物だから合わないって聞くけど、うまいの。ソースで絡めたそばをほろ甘いパンで挟む。戦後の世界でこれだけは、焼きそばパンは認めざるを得ない。うひゃ、うまそう。ふざけんなこら、人に肩ぶつけておいてタダで済むかい。マビンかい。ぶつかったか、そりゃ悪かった。はあ、悪いで済んだら警察はいらねえんだよ。なんだ、金ならないぞ。そのパンをよこせ、パンを。和島さん、こいつ近頃噂になってる学ラン狩りの野郎ですよ。変なの、なんで学ランを狩るの。確かにヤンキー狩りとかの方がいいじゃん。うちの学ランだ。はあ、貴様らあいつらの知り合いか。何しろここでは天涯孤独のみ、衣食住にこと書いてな。服と金銭の提供は誠に助かる。やっぱ過去から来たんやね。仲間に礼を言ってくれ。じゃあな。許してもらえる。じゃあな、お前ら。逃げんで。なんすか。あ、俺のパン。焼きそばパンが。それは命よりも大事なもんやぞ、お前。いいんか、そのちょんまげぶっ飛ばしたろ、お前。なんてことしやがる。機械によってもう壊滅させよう、こいつを。言いたい目見んとわからんようだな。おお前ら、やっちまえ。情けない。一対一でやろうよ。パンパンパン。わび入れな、カスども。リーゼントがなくなってる。パンは弁償しますんで勘弁してください。食い物を粗末にするやつは許さん、特に焼きそばパンかな。でごめん、カッコつけてるから、こいつが悪いよな。え、何この嫌なやつは。今つって呼び出しといて。うん、何やってんだ、和島。和島さん、こいつらの仲間か。俺はさくらの大型年次だ。何人の喧嘩に割り込んでんだ、これは。この主人公好きになれないんだけど。嫌なやつじゃない、因縁ぶっかけたのこっちじゃん。てめえ知ってるぞ。うん、学ラン狩りや。肘山とか言う。肘山高俊だ。俺はいらんと言ったが、ぜひにと言うから借りてやった。まだクソ悪いぜ。こいつ尾形くんいいやつそうだな。いい不良っぽいな。調子こいてんじゃねえぞ。調子に乗っているのは貴様だ。もうこいつ。上等だこの野郎。遊んでやら。頑張って尾形。尾形負けんなよ。尾形行け。消えやがれ。俺がこいつを抑える。やれやれ。後悔しても知らんぞ。え？あ、なんか髪の色は似てるんだけど、あの子に。なんだ。来たんだみたいな。すっかり昭和60年に馴染んでるじゃないか。はあ、様子を見に来る必要はなかったかな。こいつだな、司くんは。
まさかだよね、声が似てる。てめえ、お喧嘩の途中でどこ行く気だ。ちくしょう、どけ。それ肘山、嫌なやつや。さ、廃工場裏でのひととき、うん、どこに暮らせんの。あつかさくんはね、さて、どこかな。あの野郎の蹴り、まだ効いてやがる。え、よかった、あいつ強かったんだ。あるやつだった。あいつ好き。ずいぶん手こずった。え、でも負けちゃったんだ、肘山に。悔しい。さて、探していくけど、この上じゃない。さあ、中入るか。鍵がかかってる。いや、ガタイがクソいいもん、こいつ。鍵といえば、ここら辺やろ、鍵置いてるのは。ね、見えないような場所に。あ、え、女の子になっちゃった。女装男子。お前、どうして俺を置いていったんだ。見つかっちゃったね。だって、自分からなんか、土手に見に来たじゃん。キリコさん。一晩中探してたんだ。相変わらず無鉄砲だな。騙されないぞ。貴様、そんな格好で。そろそろ来るかなと思ってたから、うん、君の分も朝ごはん、用意してあるよ。ひじやま？ひじやま、ちょろくないよな、お前は。山ほどあるんだ。うん。焼きそばパン買っておいたよ。昨日食べ損ねたでしょ？焼きそばパンか。いや、俺も騙されんよ。ひじやま普通に極悪人だから。ひじやまこんな風に可愛こぶってるけど極悪人だからな。元の時代に戻せ。なんと言おうが、無理にでも連れ帰る。嫌だと言ったら、力ずくで僕を押し倒す？ふざけるな。貴様。本当は男だろ。ここで確かめてみるかい。まあどうしてもって言うんだったら、どうやって確かめるの。僕わかんないんだけど、チラチラチラって。俺わかんねえけどな、そういうのが確かめる方法とか。あ、え、でも、まあ、どうしてもって言うんだったら、言いたいことというのを聞こう。ん、言いたいこと。まあ、どうじキリコか、沖のどうじキリコの方やろ。なぜキリコさんに、うん、どうじキリコだと身分を偽った。どうじ博士は了承してくれたよ。あ、そうだったんだ。四季島における技術研究の始祖だ。彼の功績で戦後飛躍的な進歩を遂げる未来の技術を僕が教えたせいかもね。へえ。なぜそんな鳥。騎兵だよ。騎兵とは。まあ、騎兵の前に、同時、沖野司についても聞きたい。本当は沖野司というそうだな。うん。男のくせに女装なんて。いや、それは人それぞれよ。あっ、ああひじやま。同じロイ僕があの時代で生きるには、うん、丸坊主になるよりこっちが似合うだろ。確かに。それなら、なんで今その格好なんだ。君が喜ぶかなって。クソ、バカにされとる、肘山。山くんは面白いな。この方が都合がいいんだ。僕が生きているのを秘密にできる。ああ、確かに。変装も踏まえてなんだね。本気で言っているのか。自分が騎兵を作ったなどと。ああ、言ってたもん、なんか。本気で自分が騎兵で何をするつもりだった。あれがあそこに現れたのは単なる事故だ。うん。あれが昭和20年の技術で。作れないのは理解できるだろう。それはそうね。もちろん40年後のこの時代でも無理だ。うん。もっとずっと未来の全てが自動管理された工場で作られたものだ。君にも分かりやすく言うなら、事故で故障したんだ。戦えるように現地で直す必要があった。米軍と戦うためじゃないのか。何と戦うつもりなんだ。まあ、侵略してくるあれだよね。なんか未来編で戦ってるやつらだよね、あの機械みたいな。ともかく俺は戻らなきゃならない。騎兵計画を成功させれば敗戦を防げる。見どころはあるが、君はやはり愚直だ。何とでも言え。貴様が何者であろうと必ず連れ帰る。各都市の空襲、沖縄、広島、長崎、あれほどの被害を出すわけにはいかない。図書館で調べたのか。あ、そういうことね。生計を立てていたい。はいはいはい。君は意外にもたくましいな。あ、もう未来の知識を知ったから、もう早く過去に戻りたいんだ。
あ、それで未来、あの過去を変えるってそういう話か、こいつの目的は。あるんだが、うん、僕はこの1985年でやらねばならない仕事があるんだ、うん、それが終わるまで待ってほしい。何の仕事？手伝ってほしいな。これは君にも無関係じゃない。うん、全て終わったら君の言うことを何でも聞くよ。え、どうかな。何でも何でもだと。え、じゃあ助走したまんまでいいんすか。俺と一緒に戻るんだな。それが望みな。ゆっくり一緒にいよう。ここの2階が僕の拠点だ。どこへ行く？学生服を着ていくところは一つだよ。学校？そうだ、焼きそばパン机の上に置いてあるよ。ほら、お腹が鳴ってる。昨日から何も食べてないんでしょ。鍵は開いてる。まあお邪魔するか。その前にもうちょい話したい。食い物でごまかされんぞ。そうだぞ、なめんなよ。せず取ってきなよ。行ってきます。焼きそばパンいる。焼きそばパンただいま。やつめ、どこへ行った？食い物であしらわれたか。焼きそばパンだからな、それも仕方がない。肘山、あれ左行けなくなってる。一回情報を整理しよう。制服を着てどこに行くのか。まあ学校でしょう。制服を着ていく学校にな。この焼きそばパンうめえな。それでは一口いただきます。うまい。このソースの甘辛さがたまらん。あー、こういうとこ好きだけど、まあ、ヤンキーぶちのめしたのは僕あんま好きじゃないからな。あいつら悪いことしなかったもん。まだともかく沖野を探そう、うん、このまま逃げられてはかなわん。母校にでも行ってみるか。母校、あー過去のね。へえ、いいじゃんっていう感じでね。極悪に肘山くんの進行が始まりましたと。次行きましょう。